いよいよ始まった夏の甲子園地区予選。我が千川高校野球部は決勝戦まで勝ち残り、春の選抜優勝校栄京学園と戦うことになったのです。そして試合は2対1で千川リードのまま8回裏、栄京の攻撃を終えたのですが、そうか、お前の親戚ってな。ええ、とても忠実な。ヒロ、大丈夫か？ああ、大丈夫だ。その顔は。お前、大丈夫か？はい。あれ、ちょっと気が焦りすぎちまって。立花、監督が呼んでるぞ。ああ、分かった。ヒロはお前が応援していれば。あのね、時間が経てば経つほど腫れ上がってくるぜ。9回裏には投げられる状態じゃなくなってる。これでよかったんだよな。わざとだったのか。でも俺たちが負ければお前の親父さんの借金、かっちゃんの親が肩代わりしてくれるんだから。レイ、かっちゃん、さっさと終わらせてくれよな。撃て、おさむ、おさむ、おやじ、おさむ、借金の肩代わりなら断った。もうかっちゃんには遠慮はいらんぞ。俺の尻拭いなんか考えるな。すいません、とうとう見つけましたね。
よし、行くぞ。やっと飯ですか。カウア、いかんかい。ふっかに。俺は、俺は、息子の負けを願うような、親父にはなりたくない。頑張れ、おさむ。頑張れ。頑張れ。あとは金払うよ。しまさん。バカ。カッコつけたって借金は減らねえだろ。時はやる気出しても何も変わりゃしねえんだよ。行けろ。アウト。アウト。さっきよりひどくなってる。ロッキー見て。アーツフィアチェンジ。北東京大会決勝、英京学園対千川高校の試合は2対1、千川高校のリードのまま、いよいよ9回裏、英京の攻撃を残すのみとなりました。守備につく千川高校エース国見。ロタツじゃねえ、ロタツ。やっぱ見えてねえか。ボール、フォアボール。これで三者連続フォアボール。ノーアウトランナー満塁。千川高校一打サヨナラの大ピンチです。ピッチャーに制球が止まりません。何集まってきてるんだよ。大丈夫だって。無責任なこと言わないでください。その目でまともに投げられるわけないですよ。俺に任せてもらえませんか。できんのか。ボクシングやってましたからね。この手の怪我に関しては専門家なんです。少々荒っぽくなりますけど、いいですか。怖えな。今ベンチに動きがありました。治療を終えた国見くんが大竹くんに手を取られマウンドへ向かいました。やっぱり見えてないんですか。当たり前だろ。目つぶって投げてんだから。大竹は投球練習中は我慢しろっつうからよ。元気だ。それ。やった。注意、バッター。2番小笠原を三球三振で仕留めました。千川国見。本来の投球が蘇りました。はい。新井。大きく振れ、大振りせ。あのキャッチャー以外。国見の球受けるやつはいねえんだ。
つも捨て駒にもならんやつ。どうなった？勝ったんだな。どうして？悔しい時にお前は泣かない。よくも泣かせやがったな。甲子園出場おめでとう。ありがとうございます。活躍期待しとるよ。選手は監督が自由にできる捨て駒なんかじゃない。17年前、あなたにそういった自分の言葉が正しかったと、これでようやく証明することができました。お前、子が勝ったから言うんじゃありません。あなたが広田君の肘の故障にも気づかなかったようだから。彼は自分が捨て駒だったとは思いもせずに、よっぽど無理をしたんでしょうね。かわいそうに。
なたは私にとって最高の指導者でした。もちろん反面教師としてですけどね。失礼します。知ってます？この学校には野球部ないんですって。でも野球愛好会ならあるって聞いたぞ。でも絶対部にはならないんですよ、高校野球嫌いの校長先生のせいで。そっか、そいつは大変だな。うん、本当大変だったね。もう二人で並んで寝てたわね、本当の兄弟みたいに。あ、覚えてる？ひろちゃんね、ちっちゃい頃うちのお風呂で溺れかけちゃったの。嘘？本当よ、私が助けてあげたんだから。そのひろちゃんが今じゃ甲子園出場の大エースだもんね。もう溺れても助けてあげられないな。てか風呂場ぐらいじゃ溺れねえっつうの。そっか、そうだね。もう大人だもんね。何、おばさんも酔っ払ってんの？ひろちゃんが大人になって嬉しいけどちょっと寂しいなって。どっちだ。ああ、もうついちゃった。だから近所っつうの。じゃあ嬉しくて寂しいおばちゃんは宴会戻ります。布団は？うん、特にないので光のベッド使っていいわよ。じゃあおやすみ。キスミオンザウィークエンド、キスミオンザウィークエンド。いいわよって。長いキスの途中でふさりげなく歌えたよ。熱きだ。
家に電話しても誰も出ないし、夫婦揃ってご陽気ね。今日は特別でしょ。あ、ついでだからヘロに代わってよ。あ、今だよ。え、まだ帰ってないの？ううん、うるさくて寝れないからうちで寝てんのよ。うち？ヒロ、ひかり、着替え取りに帰ってたんだって？うん。お前の部屋に。決まってるでしょ。明日ひれちゃんの番だね。明日も今日みたいに暑いのかな。あんまり無理しないでね。おやすみ。内緒なのか。ヒロがお前の部屋で寝てたこと、お祝いの一言でも言おうと思ってヒロの家に電話したんだ。そしたら、うん、寝てた。私がいる間も全然気づかないでぐっすり。だったらそう言えばいいだろ。変に誤解されても困るなと思って。どんな誤解だよ。お前らはただの幼馴染だろ。それはそうだけど、やましいことがないならちゃんと言ってくれ。そうでなきゃいくら信用しようと思ってもできないよ。そうだよね。ごめんね、ひでちゃん。必ず俺が甲子園連れてっからな。その時に行ったたこ焼き屋さんの場所ちゃんと覚えてる？もちろん。ちゃんとそっちも連れてく。夏の甲子園、
ヒーロー大本命だってさ。南東京大会決勝戦でホームランを放つ。うちのヒーローはどこよ。まあまだまだ全国区ってわけじゃねえのよ。全国区って言えばこの胸は全国区だろ。オールパイナマイだな。そんなあるんだな。あれ、お前ら中国人じゃねえ。ちょっと気が早いじゃねえか。お前こそ。まだまだ7時ですよ。暇ならさ、俺らにノックしてくれよ。行こうぜ。宿舎が一緒？うん、いつも北東京の代表が使ってる宿舎が改装中らしくてな。そう。でも明愛地高と一緒なら国見君や野田君が喜ぶよ。同じ東京代表同士、できれば仲良く勝ち進んでもらいたいもんな。一回戦で負けるかもしれないよ。構わん、胸張って帰ってこい。うん。森道、いい仲間に恵まれたな。ありがとう父さん。行ってきます。島君のお父さん再就職決まったんだって。そうなの。うん、潰れたお店の常連さんだった人がレストラン始めるらしくて、手伝ってくれるなら借金肩代わりしてもいいって言ってくれたらしいの。そっか、そりゃよかった、うん、豚もだあるかな。どうだろう、レストランに豚もだはねえだろ。なんだよなんだよ、俺が一番乗りじゃねえのかよ。痛っ。おお、こら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 、甲子園っつったら甲子園ギャルだろ。不動の人気を得るためには絶え間ない影の努力っつうもんが必要なんだよ。いいから部室で着替えてこいよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待っててね。すぐ戻ってくるから、すぐ戻ってくるから。甲子園最高。まったく、何なんだよあいつは。甲子園出発の日だってのにどいつもこいつも落ち着きねえな。でもほら、チームワークは抜群だ。お待たせ、甲子園のニューアイドル千川高校天才センターキレッキュー太郎でーい。イエーイ。ほんまもんや、かっこいい。ちょっと待って、多すぎ多すぎ多すぎ。言うよね、キレだっちゅうの。怒んな怒んな、うちと明和じゃ役者が違うんだよ。しかも相手が秀夫じゃな。でも大丈夫、スケブサと性格の曲がり方ならキメ君の足尾だから。完全試合のコールドゲーム。おい、かける言葉ありません。俺って一体。待ってたぞヒロ。何言ってんだよ、着いたのほとんど同時だろ。バカ、こっちは選抜の時から待ってんだよ。そりゃどうも、お待たせしました。いえ、ようこそ甲子園。夜のミーティングまで時間あるんだ、そっちは。おう、うちも。だったらみんなでどっか行こうぜ。とか言っといて何考えてんだヒロのやつは。すぐ来るわよ。断りゃいいんだよ、突然の取材なんて。
まあいいじゃん、慌てんぼのはるかちゃんも待たなきゃいけないんだからさ。いや、とりあえず初戦突破、甲子園一勝、よろしくお願いします。途中だった。橘先輩、取材もあったんですか？うん、お茶しに行きません？わり、ひろたちと待ち合わせしてんだよ。もしかして雨宮さんも？ああ、ずるいですよ、雨宮さんばっかり。ベンチ入りのことだってそうだし、私だってマネージャーなんだから入りたいと思う。すいません、ちょっとこがちゃん見っけ、一緒にお茶しに行かない？近所に美味しいたこ焼き屋さんがあるらしいんだけど。ごめん、国見くんたち待ち合わせしてて財布取りに行っただけだから、ごめんね。じゃあな、船キネガッツーのって、お宅は？ふん、俺って一体。今度は忘れ物ない？はい、早く行こう、ヒロが待ってるよ。はい。二人とも何のに繋がんねえぞ。ああ、退屈だ、これなら宿舎で漫画でもいいのだわ、マシだ。もう落ち着きなさいよ、ほんと昔からずっと知られないんだから。もう宿舎戻ろうぜ、なんなら途中で会うかもしんねえ。おちょ、ちょっとヒロ、さっきお財布ないのにお参りしちゃって。朝通りの慌てもんだな。何お参りしました？あとちょっとだから我慢しなさい。いつまでもじゃいいんだよ。大阪って言ったらたこ焼きだよな。大阪城公園、そう言ってましたけど、橘先輩。あ、きねえ、小頭ね。ああ、そういえばさっきね、急に知り合いが来たから新大阪まで迎えに行くって。たくたあいつもあいつも。じゃあとりあえず大阪城公園。あ、ちょっとヒロ、襟がぐちゃぐちゃよ。ダブダブしないか。はい、ひかり、俺も俺も。自分で直して。そうだ、あの二人をくっつけちゃえばいいんだ。そうだよね、だってあの二人ただの幼なじみじゃないもん。え、実はね。なるほど、もしかしたら宿舎に戻ってるかもしれませんね。ヒロのやつじっとしてらんねえからな。じゃあ戻ってみますか。はい、よいしょ。待ちくたびれて漫画読んでるかもしれませんね。たこ焼き食いに行った？お二人に伝言頼まれたんです。ヒーロー、いきなりとんなよ。カッコつけてもたかが知れてるわよ。じゃあ俺も俺も。そういえば小学校ぐらいの時のシロの写真は山ほどあるけど、最近はほとんど撮ってなかったよね。よし、じゃあ久々に幼なじみのツーショットでも行ってく。うん、はい、チーズ。はい、オッケー。あ、もう一枚。え、大丈夫だよ、ちゃんと撮れてるから。念のため。はいはい、10たす1は11。よし、じゃあ交代。それひれは、そうだ、どこ行ったんだろう。あっちの方行ってみる。うん、大阪城とかかな。城なんか見えたんすよ。おーい、なんだよ。あいっ、なんやねん。すいません、すいません、すいません。あいつらどこ行ったんだよ。あ、電話してみますか。あー、うん。あ、携帯部屋に置きっぱな
話だ。取材から直で来ちゃったから。立花君でもそういうことあるんですね。私もだ。まあお互い噂というのは慌て者っていうことで。違うよ俺は。何じゃ。ほら前振り返して。あはいはいはい。爽やかカップル。ほら。腕思ったより太くないんだなって。周りが騒いでるようなバッターには見えない。なんかこうして一緒にいると普通の人だし。ボールっていうのはね、力で飛ばすんじゃないんだよ。タイミングがあって芯を食えば体の回転だけでスタンドまで運べるんだ。そういう時はスッと力が抜けて、それこそ空振りしたかと思うような、なんとも言えない感じなんだよな。あ、怪我でもしてくれないかって思ったでしょ。まさか。だって同じ東京代表だし、初戦だったら心配はないな。まだ大丈夫です。まだ、はい、まだまだ。そしていよいよ夏の甲子園が開幕しました。組み合わせ抽選会の結果、私たちの甲子園初戦は3日目の第3試合。そしてそのまま順当に勝ち進んでいけば、3回戦で立花君の名和一高と対戦することになるのです。あ、来た来た。お待たせお待たせ。行きましょうか。立花さんも駅で待ってますしね。いや、しかし試合明日でしょ、うん、今日から会社休んじゃって大丈夫なんですか。いや、大丈夫も何も、一人息子のある舞台、会社に何の遠慮がありますかって。ああ、社長行ってきます。はい、いってらっしゃーい。みたいな。社長秘書の英子さんじゃないですか。まさか嘘の休暇届が社長にバレたんで。その件を不問にする代わり、これを社長のお嬢様に届けていただきたいのです。ということは、これは社長扱い。似てるな、このバッグ。いや、うちの光に持ってくるよう頼まれちゃいまして。あら、ね、おほんなち。では、失礼します。ささ、どうぞ。ついでに駅まで送ってってくれません。あ、そうだ。すいません、下がって下がって、リコさん。はいはいはい。気合を入れたかったのよ。気合、私もよくぶってあげたな。思いっきりやりすぎて鼻血出させたこともあるくらい。もともとヒロは勝負に対する執着心に欠けてるっていうか、なんとなく闘争心が湧いてこない時があるらしいのね。だからそんな時に、
やっぱり国見くんのことは光さんに聞くのが一番ですね。あ、光。うん。親さんたち来てるぞ。はるかちゃんの荷物もヒロの親さんたちが預かってきてるって。あ、はい、ありがとうございます。あ、いよいよ明日だもんね。前日乗り込みなんておじさんたちも気合入ってんね。はるちゃん、お風呂行こう。あれ、どうしたの。光さんのバッグと間違えちゃったみたい。光さんって目はな。間違えないでしょ普通。だってそっくりだったし。あ、それに鍵、私の番号で開いちゃった。暗証番号が光ったってこと。みたい。すごい偶然。誕生日かなんか。うん、やっぱ生年月日は危険だね。うん、よし行こうか。あ、はるちゃん先行ってるよ。行ってるよ。早くしないと先出ちゃうよ。うん、私さ、足立みつると一緒の誕生日なんだよね。誰それ。偶然。116、1月16日国見くんの誕生日。ほんと一緒だ。どうもお手数おかけしました。いえ、こちらこそ。おやすみなさい。おやすみなさい。あの、光さんの誕生日っていつですか。8月16日。816、やっぱ違うんだ。え、数字占い、数字占い、運勢いいそうですよ。すごい。おやすみなさい。おやすみなさい。ほがちゃん見っけ。どうしたの。目は一高の方に行ってたみたいだけど。あ、もしかして例の件で雨宮光に文句言いに行ってた。例の件。え、あ、知らなかったの。だったら何でもない、何でもない、何でもない。何なんですか。いつも気になるでしょもう。うん、いやさ、国見と雨宮光、実は陰でできてるって話なんだよね。幼い美穂っていう名和のマネージャーがこの前、親のいない月に国見が雨宮光の部屋に泊まったって。それで立花がすげえ怒ってたの見たっつってたんだよね。えっ、どうする。立花にでも聞きに行く。そんなことやらないじゃないですか。時間の無駄だ。やっぱ信じねえよそんな話。いいえ、かなり効いたわよ今のボディーブロー。8月16日。
国見と雨宮光、実は陰でできてるって話なんだ。トライしろ積極的な見たいぜ。そんなの嘘だよね。